皆さんこんにちは。動画をご覧いただき誠にありがとうございます。ベックスコーポレーションのエマです。さて、前回より当社のホームページに特にアクセスの多いキーワードを深掘りしております。今回のテーマは前回に引き続きこちら、ドン、ヒューマンエラー、ね、このヒューマンエラーについて発生原因の視点から対応策について解説をさせていただきます。前回はですね、4つの発生原因のうちのポカミスと力量不足について解説をさせていただきました。今回は3つ目、シジミスから解説をしていきたいと思います。さて、3つ目のシジミス、指示内容が間違っていることによってなるべくしてなってしまった、発生してしまったっていうミスですね。まあ、具体例としては、ね、連携不足、正しい情報共有がなされず間違った認識によって発生するミスです。あとは混乱、ね、何が正しいか分からずに混乱した状態で取り組んで発生するミスということですね。では A さんからは〇〇という指示をもらいましたと。でも B さんからはバツバツと言ってますと。どっちが正しいのかと、ね、人によって言ってることが違いますと混乱しますから、そして自分が正しいというふうに実践したことで、ここで、まあ、うまくいけばいいんですけども、間違ってしまうっていうこともね、よくあるっていうことのミスになりますね。あとは、まあ、当事者意識の欠如、ね、役割とか責任区分が、不明瞭で求められていることと違うことを行ってしまって発生するミスですね。自分の活動に無責任になって雑な指示から適当でもいいかっていうね、気持ちを抱かせてしまうと、それをして発生させちゃうミスということですね。やっぱり指示を出す側が担当者を困らせてしまって、結果ミスが発生してしまうっていうことですね、指示ミスの防止、ね、このためにはですよ、認識のズレがないようにね、ちゃんと反復してね、どう？わった？どう？わった？ね、大丈夫？大丈夫？大丈夫？ってね、こう言ってね、反復確認をしていくことが重要になります。そして指示する人物も何を根拠にね、そのことを伝えているのか、ね、そうすることを明確にすることで聞く相手も安心して取り組むようにできるっていうことになります。そして4つ目、手順飛ばし、これは一番良くない事象です、ISO ではこれは重大な不適合というふうにしてしまうということがありますね、この具体例としては軽視、業務に対して認識が甘くなって重要性を認識しない状態で発生させてしまっているミスとか、あるいは省略、ね、定められた手順があるにもかかわらず、もう勝手に手順を省略して発生させてしまうミスとですね。あとはマンネリズム、自身の風に対する本質を認識してなくてですね、もう忘れちゃって、もう打算的になって発生させてしまうミスというところですね。もういずれも大丈夫でしょってい もう軽い気持ちが発生させてしまうミスになるわけです。もう大丈夫じゃないんです。もうポカミスもそうですけれども、常に慎重に、ね、作業をしていくことが作業品質も上がっていくっていうことにもなりますから、手順っていうのはですね、最高品質を提供するために定められているものですから、もし手順の中に無駄っていうね、作業があると思うのであればですよ、もう勝手にもう省略したりなんですよ。省いたことはどんな結果なのかと、ちゃんと有効性の評価をして上長に相談して承認をもらえた時点でその方法に取り組んでください。もうね、定められた手順がある中で俺流は危険なのでやめましょう。はい、今回はヒューマンエラーの原因を全部で12の視点、これも実は認知行動心理学から引用しまして対策についてお話をしてまいりました。いかがでしたでしょうか。もう相手の力読みばっかしていませんでしたか。今回お伝えしました12項目だけが全てではありませんけれどもですね、ミスは残念ながら起きてしまうものです。ただ
どこに原因があるかと考えた時に、どこに問題があり、何を改善すればよいのか、ね、それを考えられるのがマネジメントシステムです。仮説を立てるためのツールとして、マネジメントシステムの考えを活用して、作業品質を改善するための気づきとして捉えて、前向きに捉えていきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。今回、そして前回からですね、また少し違った角度でマネジメントシステムの有効性をお伝えしてまいりました。これからも皆様の興味のあるキーワードを掘り下げていきたいと思います。そしてこれまでもですね、 ISO9001 の項目解説であったりですね、ケーススタディとか用語解説を配信しております。よろしければ様々な解説をご覧いただきまして、組織活動の参考にしていただければと思います。これからも皆様の質問、お問い合わせを随時お待ち申し上げております。下のですね、概要欄にお問い合わせフォームのリンクも貼ってありますので、ぜひそちらからお送りいただければと思います。また、感想とかね、コメント欄に残してもらえるととても嬉しいです。チャンネル登録もぜひお願いいたします。というところで、それでは時間となりました。また次回お会いいたしましょう。